い到着です。こちらは所沢航空公園です。2回目の訪問ですね。こちらはね、所沢飛行場跡地に作られた公園みたいですね。空港発祥の地ということで、こういったところどころに、ね、飛行機が展示されてます。めちゃくちゃすごいところです。ここ今回もこちらのロケ地巡りしていきます。行ってみましょう。こちらが、航空公園放送棟前ですね。こちらの前で、アントロントが、砂を巻き上げていて、人々を襲ってた場所ですね。で、あちらの道からね、南光太郎と霞の城がバイクに乗って、走ってくるんですけれど、こちらのね放送棟の前で、バイクに乗ったまま霞の城がアントロントに飛びかかるんですけど、そのシーンがねめちゃくちゃかっこいいです。アントロントの後ろに映る風速計かな、それはね今現在、ソーラーパネル式になってますね。はい、この一本道、この坂道がですね、仮面ライダーブラック、カニ怪人登場会で、ベビーカーが走っていった坂道ですね。この木の前で、岡本次郎さんがね一回転して着地してベビーカーを止めるというね描写がめちゃくちゃかっこいいです。まあね下は舗装されてますけどね、木などは残ってますね。はい、こちらがね、仮面ライダーブラック、カニ怪人登場会でブラックがですねカニ怪人の泡を攻撃を受けて倒れ込んだ岩ですね。この後なぜかブラックはここで倒れ込んで、カット変わると次光ヶ丘公園にワープしてます。もうねこの石探すのにねめちゃくちゃ苦労しました。見つけられてよかったです。以上航空公園でした。はい、西川越駅着きました。川越の隣の駅とは思えないなんか見た目してますね。しかもワンマン電車なんで、もうマジねあのドアのボタンとかあれ押していいのかどうかめっちゃ迷いますね。じゃあはい、こっからロケ地向かいたいと思います。はい、到着です。こちら川越水上公園、2回目の訪問ですね。では、ですね、前回ここロケ地巡りしたんですけど、そこのね、まだ撮りきれてない部分、こちらを撮影しに行きたいと思います。行ってみましょう。はい、こちら川越水上公園入り口前の道路です。こちらの道路で、南光太郎とデスガロンが、鉢合わせしたことになりますね。でちょうどこちらの電灯の前でデスガロンのパンチを受けて、南光太郎はあちらのプールまで吹っ飛びます。
あちらのねこうくるっと回った、芝生の部分も劇中に映り込むのでこちらも変わらずですね。ちなみにこちらはですね1988年開演ということなので RX の放送の時は出来たてほやほやということになります。なのでね、まあ、瀬戸大橋といい夢の島のね熱帯植物館といいそしてここといいね、まあ、RX は開演したての場所を結構使ってたなという感じですね。ここもね変わらずですね。ただちょっと残念なのは近々ですね川越マラソン大会がこの辺で行われるみたいでこうやって柵がされてるので若干ね景観が損なわれてるのが残念かなという感じです。はい到着です。こちらは朝霞にあります青葉台公園というところに来ております。はいじゃあね、この辺もねブラックブラック RX でかなり使われている公園ですのでこちらのロケ地検証をしていきます。では行ってみましょう。こちらのね水の広場ではよく、ドラマシーンが撮られました、うん、昔はここに丘もあったんですけれどね今も平坦になってます、で水も昔は張られてたとは思うんですけれど夏場とかねよく子供が水遊びとかしてたと思うんですけど今多分このご時世、水は張られてないのかな、まあ、オブジェだけはね、変わらずあとこちらの東屋も変わらず残ってますね。はいでねこちらのジャングルジム、30年以上変わらずねこの位置にありますね。さすがにロープはまあ張り替えられてるとは思うんですけれども、ほぼほぼ変わらず残ってます。高さも若干変わってる感じありますね、このロープの上で、よくね、仮面ライダーブラック RX で、ひとみちゃんとか、しげるくんがよく座ってました。はいそれでね、青葉台公園のすぐ隣にあります朝霞の森というね、まあ、公園、まあ、広場があるんですけれどそちらの一角にですねこのように金網が張られた場所があります。こちらはですね、キャンプドレイク跡地という、まあ、廃墟があった場所なんですね。仮面ライダーブラック第1話クモ怪人を倒した場所です。もうその第1話を筆頭にですねブラックブラック RX で何度も決戦の場所になりました。もうね航空写真見るともうすっかりサラチにはなってるみたいですけどね、いつかここは入ってみたいんですけどねなんか一向にここ解放されないです。なんでだろうね。もう家族が賑わうような公園なんですけれど一角だけこのようにね金網がバーッと張られててちょっと物々しい感じがするのがねすごいギャップが激しいなと思いました。はい、以上青葉台公園とキャンプドレイク跡地でした。
到着です。こちらは桜荘公園です。いやどうやらですね、ここは、まあ、桜荘の自生地ということでね、まあ、今ちょっと枯れちゃってますけど、もうシーズンがとんでもなくね、桜荘が咲き乱れるみたいですね。桜荘がね咲いてたらこの中ぜひ入ってみたいですね、うん。まあ、今回はね、こちらもブラック RX でロケ地としてよく使われてますので、こちらのロケ地検証していきます。行ってみましょう。はい、こちらの道路、まあ、道路って言ってももう廃道みたいなもんですけど、こちらの道がですね、仮面ライダーブラック RX 第14話、ひとみちゃんがマリバロに誘拐された、道ですね。こうやって一角だけ残ってます。で、向こうに見えるのが秋ヶ瀬橋ですね。秋ヶ瀬公園とかでね撮影される場合とかしょっちゅう映り込む赤い橋です。こちらもずっと変わらずですね。はい、以上桜荘公園でした。こちらの公園もね、昔僕がロケ地巡り始めた頃にですね、なんとか自力で突き止めた場所なので、結構思い入れのある公園です。なんですけど、まあ、今となってはね、実はロケ地としては有名な場所なんですけどね、RX 第14話でひとみちゃんがマリバロに声かける場所がですね、まさかの競技場なので、そこから地図辿ってって、鉄塔とあの赤い橋が映る場所もね、必死に探した思い出があります。はい、以上桜荘公園でした。